メルセデスベンツ W125 は1937年のグランプリシーズンに参加するためルドルフ・ウーレンハウトによって設計されたレーシングカー。ルドルフ・カラツイオーラがこのマシンで1937年のエクア、ヨーロッパ選手権を制した。W125 を使用したドライバーは選手権の1位から4位までを独占した。 W125 のスーパーチャージャー付き 5662.85cc 直列8気筒エンジンは決勝レース仕様で最大595馬力を発揮した。テスト仕様では 5800rpm で最大 637bhp を発揮した。このエンジンは 2000rpm の低回転でも 245bhp を発揮することができた。 しかし1938年には、スーパーチャージャー付きのマシンの最大排気量が 3000cc に制限されたため、W125 に代わって、メルセデスベンツ W154 が使用されることとなった。W125 は1960年代半ばに、キャンアムの大排気量 V8 エンジンのマシンが登場するまでの30年間にわたって、 史上最もパワフルなレーシングカーとみなされていた。グランプリレーシングに限って言えば、1980年代、初頭にターボエンジン搭載のマシンが F1 世界選手権を支配するようになるまでの間、W125 のエンジン出力に匹敵するマシンが現れることはなかった。W125 は1937年シーズンのレース中、 時速 300km を優に超えるスピードに達することができた。ストリームラインのボディで走行したアブスでのレースでは、その最高速は特に顕著だった。記録達成用に改造された W125 は、地上最高速記録挑戦中に時速 432.7km の最高時速を記録した。この時使用された車両は5576.75。 CCV 型12気筒のダブエンジンを搭載しており、5800rpm で 726bhp を発揮した。ダブエンジンの重量によって、この W125 の重量は 750kg の規定重量を超えており、グランプリに参戦することはできなかった。1936年のグランプリシーズンにおけるメルセデスベンツ W25 は競争力に欠いており、 メルセデスは1936年シーズンから途中で撤退して来期のマシン開発に集中することを選んだ。メルセデスベンツ社内では新たなレース部門が編成され新マシンの開発に当たることとなった。1936年末に市販車部門のエンジニアだったルドルフ・ウーレンハウトが設計チームのリーダーに任命された。ウーレンハウトは過去に レース車両を設計した経験はなかったが、市販車でニュルブルクリンクのレースコースを走行した経験は非常に豊富であり、その知識はレースカーの設計にも比較的容易に応用できるものだった。メルセデス W25 を自らテストする中で、ウーレンハウトは W25 のサスペンションが硬すぎるために路面への追従性が低下していることに気づいた。 テストセッション中にリアタイヤが一輪脱輪するトラブルに見舞われたがウーレンハウトは何事もないように走行することができた極端に硬いサスペンションはシャシーをたわませブレーキング時にはリアアクスルを最大で7 0トル曲げていた1936年に遭遇した問題を回避するため新車設計の焦点はより剛性の高いシャシーとより 伸縮性のあるサスペンションの開発に絞られた。W125 のコックピット W125 のシャシーは W25 のシャシーよりもはるかに高い剛性を持つチューブラーフレーム構造を採用した。この高い剛性はニッケルクロムモリーブ電鋼の楕円チューブを採用することで達成された。W125 のアルミニウム製ボディは W25 と同様に ミトスオのままある道の銀色をさらしていたが、それによりこの時期のメルセデスのマシンはシルバーアローの愛称を得た。当時のレギュレーションでは最大車体重量に制限はあったものの、エンジン排気量は無制限だったため、メルセデスベンツは W125 のために5.6リットル OHC 直列8気筒エンジンを開発した。M125 と名付けられたこのエンジンは、 ルーツ式スーパーチャージャーによって下級され、シーズン開幕時には632ポンドヒートのトルクを発揮した。製造された M125 エンジンはバージョンによって出力が異なるが、5800rpm で560から640馬力を発揮した。M125 に使用された燃料は40%のメチルアルコール、32%のベンゼン、24%の エチルアルコールおよび4%のガソリンからなる混合燃料だった。エンジン重量は2 2 2ラムで W125 の重量全体の約30%を占め、車体全部に搭載された。W25 と同様に W125 も4足、マニュアルトランスミッションを採用した。ギアボックス設計は W25 の選択衆動式から、 常時噛み合い式に変更され、信頼性が向上した。常時噛み合い式のギアボックスでは、すべてのギアは常に噛み合って、シャフトの周りを自由に回転しており、必要に応じて任意のギアをシャフトに接続することで変速を行うが、W25 の選択衆動式ギアボックスでは、変速時にギア同士の回転速度を合わせなければ、ギアがうまく噛み合わない恐れがあった。ニュルブルクリンクで、 メルセデス W125 のデモンストレーションを行うヘルマンラング。ラングは W125 のデビュー戦で優勝した。W125 は1937年5月のトリポリグランプリで初めて実戦投入された。メルセデスは4台の W125 をこのグランプリに出走させ、そのうちの1台に乗るドイツのヘルマンラングが自身に、 とってのグランプリ初優勝を飾った。この優勝はメルセデス W125 にとってのデビューウィンでもあったが同時に1936年5月以来初めてメルセデスがアウトウニオンのマシンを破ってあげた勝利だった。トリポリグランプリでの勝利の後 W125 はドイツのアブスで行われたレースに出走した。二つのコーナーによってつながれる。 約6マイルの長い2本のストレートというアブス、サーキットのコースレイアウトは、レーシングカーが、その最高速度に達することを可能にしていた。メルセデスはこのレースに2台の W125 を、出走させたが、うち1台は、高い最高速を可能にする流線型ボディのマシンで、あり、リチャード・シーマンが乗る、もう1台の W125 は、通常のボディで、 ストリームライナー仕様に問題が発生した場合の予備という位置づけだった。ストリームライナー仕様は通常の W125 と比べて時速 25km も速い最高時速に達することができた。決勝レースでストリームライナーの W125 はトップ、走行中の3周目にギアボックスの故障でリタイアしシーマンの W125 が5位でフィニッシュした。 ニュルブルクリンクで行われたアイフェル連連には5台の W125 が出走した。クリスチャン・カウツが乗る1台には新しい吸引式キャブレターのスーパーチャージャーシステムが搭載されており、この車両は9位でレースを終えた。チームメイトのルドルフ・カラチオラとマンフレート・フォン・ブラウヒッチはそれぞれ2位と3位でフィニッシュした。その後、2週間内で行われる2つのビッグレースに、 向けてメルセデスはチームを2つに分けて、両方のレースに参加することを選んだ。2台の W125 がアメリカで行われるバンダービルトカップに出走し、3台がこの年のヨーロッパ選手権の初戦となるベルギーグランプリに出走した。リチャード・シーマンがバンダービルトカップで2位に入り、ベルギーグランプリに参加した W125 は3位と4位でフィニッシュした。 新開発のスーパーチャージャーシステムを搭載したシーマンの W125 が好成績を残したことを受けてこのスーパーチャージャーシステムが他のすべての W125 に搭載されることが決定されたその後に行われた2つのレースはいずれもヨーロッパ選手権の対象となるグランプリだったが特に事前のドイツグランプリはメルセデスとそのライバルのアウトウニオンにとって 地元でのグランプリだった。ドイツグランプリでは、カラツィオラがこの年の初勝利を挙げ、ブラウヒッチも2位に、イリメルセデスは大きな勝利を収めた。続く、モナコグランプリでは、ブラヒッチが優勝、カラツィオラが2位となり、3代目の W125 に乗る、カウツも3位でフィニッシュした。次にメルセデスチームはイタリアで行われる、ヨーロッパ選手権外のコッパーチェルボーに参加した。 シーマンはプラクティス走行中にクラッシュして車を大破させたため、ブラウヒッチュとカラツヨラのみがスターティンググリッドに並んだ。シーマンはレース途中でカラツヨラと交代してマシンに乗り込みエンジントラブルがありながらも5位でフィニッシュした。一方のブラウヒッチュは2位でレースを終えた。続くスイスグランプリはヨーロッパ選手権の残る2戦のうちの1戦だったが、 メルセデス W125 は、モナコグランプリでの成功を繰り返し、カラツヨラが優勝、ラングが2位、ブラウヒッチは3位に入り再び1位から3位を独占した。1937年のヨーロッパ選手権の最終戦イタリアグランプリは、リボルノサーキットで行われた。このレースでは、カラツヨラがラングをわずか0.4秒の差で抑えて優勝し、 この年のヨーロッパチャンピオンに輝いた。ブラウヒッチはリタイアに終わり、ポイントランキングで2位になった。カウーツとラングがそれぞれ選手権3位と4位になったことで、メルセデスのドライバーがポイントランキングの1位から4位を独占するという結果になった。W125 はシーズン終盤の2つの非選手権グランプリに出走した。その1つはチェコスロバキアで行われた。 マサリクグランプリだったが、このグランプリでカラツヨラが挙げた勝利が、W125 にとって最後の優勝となった。このレースではブラウヒッチュが2位、シーマンが3位でフィニッシュした。しかし5周目に、ラングの W125 がクラッシュして、観客の列に突っ込み、2人の死者と12の負傷者を出したことで、勝利の喜びは損なわれた。 W125 にとっての最後のレースとなったドニントングランプリではアウトウニオンのローゼマイヤーが独走で優勝しブラウヒッチュが2位カラツヨラが3位に入ったものの他に出走した2台の W125 はトラブルでリタイアに終わった一方で地元イギリスのエラのマシンは競争力がなく乾燥扱いになるレース距離を走り切ることができなかった 1938年にはレギュレーションが改定され、グランプリレーシングは最大重量を規定するフォーミュラから最大排気量及び最低重量を規定するフォーミュラへ移行した。この新フォーミュラの下では W125 はグランプリに出走することができなくなった。メルセデスは、 W125 に大規模な改造を施す代わりに、新設計のメルセデスベンツ W154 を開発することを決定し、1938年以降、W125 が使用されることはなくなった。シーマンの車両はプラクティスで大破したためスタートできず、レース中、シーマンはカラツヨラの車両に交代で乗り越えでフィニッシュした。ありがとうございます。